2回目のクリスマス大好き。うわ、なんというエネルギーの無駄遣いをしてるんだ。うちの発電機にこんな余裕はないぞ。君は騙されてるんだ、スター。みんなプレゼントやご馳走が欲しいだけ。わからないのか、2回目のクリスマスなんて嘘だ。嘘っぽちなんだ。美しいじゃないですか、偏屈屋さん。スターファイヤーは2回目のクリスマスを疑おうとしませんでした。まったく。もう一人のサンタがその夜やってくると信じていたのです。わらら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 ら、もう2回目のクリスマス最高、大満足。すっごいクリスマスだ。ほんと。よし、じゃあおやすみ。スターファイヤー寝ないの？寝られませんわ。もう一人のクリスマスサンタに会いたいんですもの。夜中まで来ないかもしれないよ、スター。大切なグレートカーゴフのお祝いを諦めたのですから、2回目のクリスマスの奇跡を見逃すわけにはいきませんわ。あんたに言わなきゃいけないことが。はい。おやすみ。おやすみ。おう、2回目のクリスマス、凧をあげようもう一度。はあ、私の信じる力が足りないのかしら。信じるのです。スターはご馳走を作り、靴下をぶら下げ、ツリーを飾ってライトをつけました。しかしどんなに頑張っても、その夜もう一人のサンタは現れなかったのです。もう一人のサンタさん、きっと会えると。白状しろ。もう一人のサンタなんていないよ。次のクリスマスまで364日も待てなかった。ごめんね。2回目のクリスマスの奇跡は起こらないんですの？全部俺たちの作り話だ。大丈夫？いいえ、私は大でも丈夫でもありません。グレートカーゴフのお祝いを諦めたのに嘘だったなんて。クリスマスの寛大な精神はどうしたんや。ねえ、おい、僕が何をした。本当のことを言っただけ。あなたは偏屈屋です。本当にごめん。もう一人のサンタ？もう一人のサンタだ！本当にいた！本物？現れましたわ！本当にいたんですね！何が起こったんだ？タイタンズリアクターが爆発した！僕らは1年近く病院にいたんだ！意識不明でね。1年？正確には363日だ。どういうことだかわかる？私は2回目のクリスマスという作り話を信じた愚か者だったんですわ。違うよ、スター。これは2回目のクリスマスの奇跡だ。次のクリスマスまで364日待たなくて済んだんだよ。とんでもない大爆発が起こったおかげで、俺たちはずっと意識を失ってたからな。今日はクリスマスイブ。明日はクリスマスだ。ヤッホホホ、2回目のクリスマスだ。みんな、2回目のクリスマスおめでとう。信じる者にとってもう一人のサンタは存在します。タイタンズは1年待つことなく次のクリスマスを迎えました。2回目のクリスマスの奇跡が起こったのです。